ました。改めまして、皆様こんにちは。あ、もう皆さんの視線がね、なんかあらぬ方向へ行ってますけれどもね、第10回迎えます生き生き健康フェスティバル2019、朝早くからたくさんの方ご来場いただきまして本当にありがとうございます。幸せは心と体の健康からというテーマでね、さまざまな健康に関することを、ね、楽しく学んでいただきながら皆様に健康について考えていただくコーナーでございます。さあステージの方、あ、なんか可愛らしいキャラちゃんが来てくれましたよ。ご紹介いたします。滋賀県のね、長浜にもありますか、献血キャラちゃん。これ名前は何て言うんだろう。献血ちゃん、その名もズバリ献血ちゃんが来てくれました。拍手。可愛いね。結構なんかスタイルいいね、献血ちゃんね。ね、まあ、血というのはね、人間の体になくてはならないね、大切なものでございます。この健康フェスティバルでも、献血に関してのね、啓発活動を長浜市にございます千人献血の会さんがしてくださっています。滋賀県にはね、献血推進のさまざまな取り組みをされているところなんですが、この度その滋賀県の献血推進ガールに、任命させていただきました。この方が本日はこの生き生き健康フェスティバルのステージにお越しくださっています。じゃあちょっと会場の皆さん、ね、拍手で、ちょっと危ないので必ず着席ね、今お座りの方はそのまま着席 で会場内ちょっとこうね、申し訳ございません、テープを貼らせていただいてますので、それより前の方にはねお出にならないように、お写真の方は OK いただいてますのでね、よろしくご協力お願いします。それではお待たせいたしました、改めてご紹介をさせていただきます。滋賀県献血推進ガール AKB48 チーム8のハマちゃんこと浜さゆなさんです。拍手でお迎えください。どうぞ。もういいかな、ね、後でまたソロステージありますからね、はい、ちょっと私しばらくお隣に入らせていただきます、はい、ケイミです。よろしくお願いします。さあ今日はね、この生き生き健康フェスティバルをお越しいただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。ハマちゃんって呼んでもいいですか。ハマちゃんです。ハマちゃん、ハマさゆなさん、ハマちゃんは、今年2月にこの長浜で正式に滋賀県献血推進ガールに任命されたんですよね。はい、そうなんです。2月11日に駅町献血を長浜の駅町テラスで、させていただいたんですけれども、その時に認証式をさせていただきまして、そこで就任させていただいたんですけれども、そしてその後3月に滋賀県赤十字血液センターも見学させていただいて、若い方々の代表として滋賀県内でもっと献血を PR してほしいという意味を込めて就任させていただいたと聞きました。ありがとうございます。若い方の代表、ちなみに今年齢聞いてもいいですか。今年で18なんですけれども、今は17歳でピチピチです。ピチピチ元ピチピチとしては今日なんか親子のような感じがしてよろしくお願いしますね。お願いします。じゃあここからね、ちょっとその、献血に関しての質問をさせていただきたいと思うんですが、はい、まあ、そもそもね、献血ってなぜ必要なのか、あるいは献血、血液は輸入することもできるって聞いたんですけど、はい、その辺はどうなんでしょう。そうです、現在の医療で血液製剤という呼ばれる薬の原料となる血液を含めて、輸血用の血液はなくてはならないものなんですけれども、その血液は現在人工的に作ることはできなくなっているんですよ。で、そこでだから日本の医療を成り立たせるためには献血はなくてはならないものとなっているんですけれども、そして輸入血液に頼った結果、今でいうエイズやB 型肝炎などが広がってしまったという歴史があるので、私たちがもっともっと献血をして、たくさんの方に安全な血液を
もっともっとたくさんの人にしてなんかお届けできるようにならないといけないなと思います。いやこれ、ね、ほら間違ったら大変なのでね、一応ちょっとね簡単にね取材の方から台本になるものも用意させていただいてるんですけど、はい、でもねちゃんと最後の熱い思いをねしっかり自分の言葉で話していただいてすごい嬉しいです。で今ねなぜそのまあ浜ちゃんことさゆなさんが、はい、ね若い方の代表でなったっていうこと、はい、ということは若い方の献血が必要だっていうことなんですかね。そうですね、今から20年前の方は20代の方が献血をよくしていただいたんですけれども、それで今は40代50代の方の献血が多くなっているっていうことで、ということはですね20代の方が20年前に献血多かったということで、今40代50代の方が多いということは、その続いて何ですかね、その20代やった方が今こうやって献血をしてくださってるわけなんですけれども、うん、その20年前に比べて今の20代で献血をしてくださってる方が半分以下ということなんですよ。ということはですね、もう皆さんのピチピチの血液が本当に必要となっているので、もっともっと私もまだまだ若いということで、たくさんの方に献血をしていただけるように、私ももっともっと協力していただけるように呼びかけたいなって思っています。うん、ね、取り置きが、ね、できないっていうのがやっぱり ね辛いところですよね。でも必要な時にはね、はい、いざっていう時には必要ですもんね。そうですね、だいぶ、うん、必要となっているので、うん、皆さん本当に協力よろしくお願いします、ね、今自分が、ね、健康だからといって、でもいつねこう事故ったり ね病気にかかって、そしてたくさんの新鮮な血液が、ね、必要になるかは分かりませんからね、はい、自分だけじゃなくて自分のねすごい親しい家族とかお友達とかあるいは恋人とかねのためにもぜひね、はい、さあ分かりました。じゃあ最後にちょっと今日ねたくさん若い方も来られてます、はい、お子さん連れのねご家族もたくさん来ていただいてるので、はい、ちょっとそういった方々に向けて献血 PR をここにバーンとお願いします。はい、はい、今すごく必要なのは 400ml の血液が必要なんですけれども、私はちょっとまあ、いろんな 体重の関係でできないんですけれども、本当に20代の方とかの献血していただける方が少ないということで、皆さんねピチピチの血液を持っていらっしゃると思うので、私をきっかけにでもたくさんの方がもっともっと献血していただけるように、もっともっとたくさん皆さんの SNS の力などで拡散力があると思うので、ツイッターとかインスタとか、まあ、SNS 関係でもっとこんなに必要なんだよっていうことを呼びかけていただいたりとか、私をきっかけにもっともっと献血していただける方が増えたらいいなと思うので、皆さんもぜひ献血ご協力よろしくお願いします。はーい、はーいっていうね、なんか嬉しいです。ありがとうございます。本当にねさゆなさんみたいな若い方々の、ね、発信に大いに期待したいと思います。この後ですね献血者の方も来てるんです。そして今日献血にご協力いただいた方には会場内のブースで使える500円のありがとうチケットとともに、なんと浜さゆなさんのサイン入り色紙を10名の方に抽選でプレゼントさせていただくことになっておりますのでね、はい、先ほど今お話しあったように 400ml のみ今日は受付をさせていただいておりますが、ぜひね、ご参加の方もよろしくお願いします。なお抽選の方はこの、イベントのエンディング、ね、3時過ぎに行いますのでよろしくお願いします。さあそれでは、ね、はい、いよいよここでせっかくやっぱりね、はい、さゆなさんに来ていただいたからちょっとお歌の方もお願いしてもいいですか、はい、じゃあこちらもお願いします。それではここからはね、AKB48 チーム8、はい、浜さゆなさんオンステージお楽しみください。どうぞ。はい、ありがとうございます。今日は本当に来ていただいて本当にありがとうございます。ということでここからはちょっと私歌わせていただきたいと思うんですけれども、まず1曲目はですね皆さん盛り上がれるような曲だと思うので、いっぱいコールなどよろしくお願いします。それでは聴いてください。恋するフォーチュンクッキー。
けれども晴れをイメージして選ばせていただいた曲なんですけれども、ぜひ皆さん盛り上がっていただけると嬉しいです。いや緊張しすぎてちょっと息が荒いんですけれども、次の曲に行きたいと思います。それでは聴いてください。エブリデイカチューシャ。私AKB48 チームメイトというものなんですけれども、皆さんのねチームメイトのファンは皆さん大好きなあの曲で終わりたいと思います。それでは聴いてください。47の素敵な街へ。Thank you.
さん、先日のご協力よろしくお願いします。そして AKB48 チームメイトというものですので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。 AKB48 チーム8、本当はもうちょっと長いですよね、はい、滋賀県代表チーム、はい、8です、ね、の浜ちゃんこと浜さいなさん、滋賀県献血推進献血があるということで、これからもまたいろんなところで、はい、ね、イベントに、すいません、ちょっと喉がカスカスなもんで申し訳ない。本当朝早くから、本当こんな朝早くから歌う機会ってね、いや、あんまないですもんね。はい、ね、会場内にね、たくさん来ております。あの、先ほどもご案内しましたけれども、浜さいなさんの特別サイン入り色紙10名の方にプレゼントあります。献血、今日は成人の方ね、400ml の献血をしていただいた方の中からね、抽選でプレゼントいたしますので、献血者の方はこの名教館の向かって右側正面玄関のところにね、大きな献血者が泊まっております。ぜひそちらの方にね、ご協力もよろしくお願いいたします。なのでね、この献血者も会場内にね、こうキャンペーンでぐるっと回ってくれますからね、はい、はい、ということで改めて拍手でお電話をお送りします。ありがとうございます。浜さいなさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、献血よろしくお願いします。ありがとうございました。これからもね、ますますのご活躍記念しております。さあ、ありがとうございました。かわいいね。顔ちっちゃい。見た見た。